いって、どうもこんにちは、エイジュンです。お久しぶりでございます。いつも動画を撮るたびにお久しぶりでございますっていう挨拶をするのがすごく心苦しいでございますけれども、今回はついについについにようやく新しいパソコンを買いました。いや、マジ高かった。マジ高かった。これね、思い出すよね。YouTube を、一番最初に YouTube の動画上げたのが、MacBook Pro レディーナディスプレイモデルを開封した動画？おはようございます。薄い方から、上げます。っていうのを、一番最初にアップしたのよ。それ以来、その MacBook Pro を使ってきたわけなんですけれども、最近編集をしていて、全然落ち着かなくなってきてしまい、そろそろ、新しいの買ってもいいんじゃないですかということで、新しいのを買いました。開けよう。しゃ、待ちに待ったよね。ちょっと待って、めっちゃ重いんだよこれさ。今日黒猫大和さんがさ、すげえ頑張って持ってきてくれてたんだよ。俺もそういう年になったか。嬉しいよね。うわ、マジだ。うわ、予想以上に iMac してんな。うっ、マジで重いんだこれ。マジで重いんだけど、絶対無理だよこれ。無理だな。ごめんなさい、ちょっともう開けるの無理なんで諦めます。ご視聴ありがとうございました。って言ったらね、もう最強に低評価がねつきまくるからね。あっあっあっ、つる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 。でかっ。でかいね。27インチなんだけど、27インチってどのくらいでかいのっていうのを全然知らないじゃん。ちょっと500ミリのペットボトルあるけど、500ミリのペットボトルいいよね。もうね、この年になってね、開封レビューするのちょっとめんどくさいなって思っちゃった自分がいる。ちょっとダメだよね、 YouTube やってる人として。ちょっと気合い入れよう。つわけで開けていく、開けていくよ。こうね、剥がすらしいんだ。いやー、行くね。当たり前なんだけどさ。あ、そしてこういう、ちょっとね、俺もうなんだこれ、なんだよ、なんなのこの感じ、シッとみてえなさ、やめようぜそういうレビューの仕方。デザインドバイアップルインカリフォルニアです。もうダメだ。これにキーボードとかが入ってます。マジックキーボードね。どんな名前してんだって、魔法のキーボードってことでしょ。電気だわ。新しいトラックパッティが入ってるわけですね。もう時代はハローじゃなくなったよね。ライトニングさん、こっちから開くらしい。行くぜ行くぜ。よっ、おえー、何、特に別になんかすごいわけじゃないんだけどさ、どう持ってけばいい、どう持ってけばいい。なんか液晶がさ薄すぎるからさ、なんか持ったらちょっといけない気がするんだよね。前に持ってくる。あ、前に。あ、あ、え、違うね。あれあれ違うね。これちょっと首が危ないよ。おぉ。なるほどね。あ、あ、はあ、充電器。違う、電源ケーブル。もうやだ。もう開封動画撮りたくない。部屋が散らかる。もうやだ。カメラにケツ向けちゃうっていうね。正直3年前と何も変わってねえよ。まあいいよね。オッケー。おい。すごいよ、これ。ちょっと見てみようか。俺の部屋がすげえことになってっから。もうすごいことになってるからね。また後々部屋紹介の動画も出す予定なので、お楽しみに。怖いんだよ、これ持つのが。重いし、なんか重心がおかしいんだよ、これ。よし、開けよう。よーし、来たよ。行くよ。ウェイ！でけえ。でも思ったより、でかくないっすね。部屋の机に置けないかなってちょっと思ったんだけど。よかった。このサイズ感だったら本当によかった。どう剥がす？行こう。うおーい。え？ちょっとミスってない？あ、そういうこと？これミスってないんだ。あ、そう。ミスってるじゃん。おー、すげー綺麗。マジか。早くもハウスダストがついちゃったな。静かにしろ。静かにしろ。それじゃあちょっと外観を見ていくことにしましょう。これが iMac です。スペックはこんな感じ。乗っかってると思うけど、こんな感じになってます。ちょっと裏とか見ていこうか。めっちゃ主張してるやん。そしてここにいろいろポートがありまして、ただね、これちょっとね、一個皆さん注意してほしいのが、 HDMI 端子がないんですよ。だからデュアルディスプレイにしたいときは、このサンダーボルトからなんかこう変換するやつを使ってやらなきゃいけないみたいです。サンダーボルトってそんな普及してねえだろ。何をそんな意固地になっている。ここが、なんていうの？電源ケーブル。で、ここのね、ボタンを押すとね、
上のこのこのハッチみたいなところがパカッと開くわけ。ここが開くとメモリが増設できます。この端っこに電源ボタンがあります。表にないのはちょっとある意味いいのかもね。ちょっとおしゃれで素敵です。はい、というわけで外観をざっと見たので次は設置していきたいと思います。一回ここで切って、次回次のパートで設置と起動まで行ってみたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画もよろしくお願いします。バイバイ。